本日はティックでございます。それではテイルズオブエクシリア2前回続きからやっていきたいと思います。まずはまあ猫を生かせると、猫を引き続き生かして、まずは今回クエストですかね、進めていきたいと思います。キャラクターエピソード非常にたくさん出ておりますので上から順番に行きます。キャラクターエピソードてんこ盛り満点なんでね、よし行くぞ。まあガンガンこなしていきますよ。もうクエスト自体も結構出てますし、いろいろやることはあるんだよ。一気にやることが出てきた、この一気にやることが出てきた感じがもう完全にラストなんじゃねえかなっていうことを思わせてくれてる。まあラスト前にやることいっぱいあるんですけどね。ヘイレイヤー、カモン。レイヤーエピソード、あとは最後の仕上げ。目線入ってんのに記事ようかけんな。グッドタイミング、マジで。ちょっと付き合って。しゃあなしやで、しゃあなし。ついに記事ができたか、自分折りの宿題の答え。あ、来たね、ラストやね。あ、やべえ、もう完全にこれさ、もうテイルズ自体ラストになりかけてるやん。こんにちは。ん、どう、リーゼマクシア人の記者さんか。おっす。何か用。実はどうした。俺のリーゼマクシア館から書かれた記事か。ダメでしょうか。ダメっていうか、それって俺にどんなメリットがあるんだ。え、報酬なり何なりの見返りが必要ってか。やっぱあんたエレンピオス人らしいわ。だからこうやってネタになるんだろう。感じ悪いエレンピオス人代表としてはただ働きってのは割に合わないな。善意はねえと思うな。いや、ここでそんな L1 みたいなこと言ったらもうボツられるし、せっかくのレイヤーの記事なんやから生かしたろうやつ。別に意地悪で言ってるわけじゃない。仕事ってのはそういうもんだろって話だ。わかりました。お金はその難しいかもしれないけど、代わりに私ここの掃除します、毎日。あ、って言っても会社には行かなきゃだから朝と夜だけ。マジ言ってんのか、そんな絶対無理。接客経験あるし、売店の店員とか備品補充とか何でもします。絶対にあなたに迷惑はかけません。だからお願いします。すげえ斜め上できたな。そこまで言うなら好きにしてくれ。ありがとうございます。リーゼマクシアからのエレンピオス館ってのも気になるしな。ただ手伝いとかそういうのはなしだ。へえ、ただ働いてもいいって。よくはない。ただなんていうか、これじゃ俺が本当の悪人みたいだろ。まあちょっと俺も斜め上の返事やったわ。レイヤーだ。掲載前に確認に届けます。わかった、いい記事にしてくれよ。いい人やったやん結局。でもお前ちょっと斜め上すぎるやったな。斜め上すぎたよな。よし、好感度上げるためにこうやっとくよ、ちゃんと。からの視点にも興味持ってくれたみたいだし、責任重大だな。そうだね。よし、ラストスパート。ルドが今日家に泊めて徹夜で原稿完成させちゃう。お前いくらなんでもそれは集中したいの。会社にはまだ私のデスクないし、みんな一緒ならいいでしょ。お願いルドが。だとそう、もう少し付き合って。そういう方面でな。ありがとう。よし、朝一で絶対編集長に提出。燃えてきた。編集長の返事聞きたいよな。どんな感じの返事すんだろうな。イベントリスト更新。あ、実質に止まったらいいの。あ、なるほどね。よし、マンションルーム一回。あ、やばいんじゃない、手紙あんぞ今。大丈夫か。大丈夫だよな、ここでそんなお前イベント発令しないよな。大丈夫だよね。手紙仕方すればいいよね。いやいやいや、初っ端からいきなりキャラクターエピソードとメインチャプターの場所をかぶせていくこの鬼畜プレイ。これ家泊まってんのね、手紙見えひんと完全に頭おかしいよな。しばらく部屋借りるね。うっかり居眠りするなよ。しませんよーだ。誰だぜ、女の子がそんな男の部屋に上がり込んで部屋借りちゃう。レイヤー、まあ、ルドがそういうなんてあれやからな。あ、もう行ったの？早っ。追いかける方がいいんかな？
黙って行ったってことは待っててやった方がいい感じはするけどね。あ、ダメだな。もう俺らが手伝えることもないし。あ、追いかけた方がよかったか。しまった。うまくいったみたいだな。全然目が分からへん、目線が分からへんから全然感想が分からへん。取材協力よろしくね。お、でも編集長に OK 出されたんや。よかったよかった。あー、しまった。編集長がなんでコメントすんのかついてったら見れたくさいな、もしかして。やっちゃったー。私の字、あーつもりで点を持ったら失敗したー。失敗したよー。やってしまった。そしてなんかラクロスのラケットみたいな武器になった。しかも強い。しかもめっちゃ強いし。え、でもあれルースタフの強いの。いや、これはさ落ちるけどこっちの方がよくね。全然強いだろ。防御系上がんだろ。いや、これこれだって絶対ラクロスだろ。いやー、しまった。ついてきゃよかった。あ、やられたぜ。やられたね。これやっちゃったな。あれ、なんかめっちゃいっぱいキャラクターエピソード出てたのにさ、なんか減ってね、数数減ったよね、キャラクターエピソードの数で。あれあれ、バグもしかして。なんかめっちゃ出てたじゃん、減ったんだけど。あれバグですか、なんか バグっぽいね、なんかね。何それ、何それ。もうさ、でこれ青のやつと青じゃねえやつがあるんやけど、どういう意味合いの差やったっけ、青と青じゃねえって。このままちょっとここのクランスピア社の前のとこに移動して緑のやつを受けようかな、赤じゃなくて。しかし、ちょっと一瞬、ちょっと一瞬今肩かくっとしたら大丈夫か。お前がこうも姿勢に馴染んでいるとは。それほどでもあるがな。どこだ、ここか。ノバだ。あれ？ドッタン。いやー、なんか嬉しいような悲しいような感じだぜ。無茶が圧力がかかった。いやー、あんま嬉しくないけどね。おー、嘘、マジで？あ、そうなん？こいつ結構感じ悪いやつやな。面と向かっていいよ。おう、あ、一応返せんのね。へえ。うん、つけたい。あなたはいつでも L2 でドバドバです。うん、衣装だってもらえる。全部返済したらなんか嬉しいことがあるみたいな感じのあれやったな。俺は取り立てをノバースだ。なんかもう変なやついる、変なやついる、変なやついる。怖い怖い怖い。ここちょっと削っていい。よし。何やそれ。ダイヤソーの真似、顔面固定クールなとこ似てたでしょ。なんかすげえ一気にこいつ明るくなってんねんけど。あー、借金返済でも続くんだね。なんか嬉しいような悲しいような。全額返済したらいいことあるって言ったけど、これ本当に返済できる仕組みになってんのかな。俺そこが疑問なんだけど、返済できるのこれ現実的に大丈夫だ。そこなんだよね気になるのは。エクシードリンク持ってると。フレンドドリンク S、 誰使おうかな。U コードちょっとチェックしようか。ですね、一番低い子は誰ですかと。低い子、あ、結構微妙なラインだね。どいつもこいつもって感じはするな。アルビンも意外ともう下の方になってきたんだね。アルビン使おうか。アルビンなんかこれいきそうやん、振り切りそうな感じするな。どう、どうだろう。あ、アルビン行ったね、1段階上がったね。よし。2つの国を分析してたらやけに冷静な文明論ができちまった。腐れんアルビン、よしとこ。おー、いいでいいで。これ出版したら絶対売れるよな。危ないやつやるよ、危ないやつは。危ない発想のやつやる。金儲け、すぐ金儲け走ったやつやる。くっ、ちょい。よし、 D で行こう。いやー、借金全額返してみてーけどさ、これ多分無理なんだろう。ずっとやってる中でさ、これやってる中で返済しきれんの。しきれんだったら全然するけどさ、なんか全然無理そうな気がするんだけど。ミューゼのプレゼント、よし、プレゼント。なんだ、なんでござろうか。
なんか悩んでるで。心の中読んだったらいいやん。ミラの好きな人たちに私をもっと好きになってもらいたい。おー、めっちゃ見てる、めっちゃ見てる、めっちゃ心見てる。ミラはもっともっと私を好きになってくれるわよね。お、やばいやばい、完全にシスコンや、怖。プレゼントってどうなのかしら。でも何をあげればいいかわからないし。すげえな、心の中もうひどすぎるな。キャラクターがもう崩壊してんねんけど。見られてんぞ。あ、こっちだ。実はね、ミラが大切に思っている柔道を知ってる。してあげようと思って、私お姉さんだもの。これでもいろいろ大変なのよ。笑いを隠しきれへんやな。柔道たちに贈り物をするのか。お姉さんは妹の面倒を見てあげないといけないでしょ。柔道たちへの贈り物、何がいいかしら。あー、手作りは強いね。普段から身につけられるもの、あー、いいね。正直サプライズだったらどっちでもいいと思うんだけどな。ミラの代わりっつって、なんかこう普段モテるもんをあげるって見る。でもミゼが作らへんような感じの子やから、作るっていうのもなかなか斜め上にぶっ飛んでていいよね。ガードスコだ。ミゼ料理させてみるか。あー、うまいこと言った。手作り、私の気持ちを込めるのね。そういえばニアケリアに伝統的な手作りの装飾品があると聞いた。送ったものに必ず感謝され愛されるという言い伝えがあるぞ。どうすれば手に入るの、ガイアス。ハーピーの羽から作られるらしい。ほう。ハーピーか。どこにいたかしら。バーミヤ峡谷に生息していたはずだ。じゃあバーミヤ峡谷行ってぶっ飛ばしたらいいわけだな、ハーピーを。これから。はい、何でしょう。分子対策室です。あ、そういう感じで行くの。おい、もう。侵入点はバーミヤ峡谷付近。もうそういう仕事はなくなったんじゃないの。あるんや、一応。継続されてるんや。世界のバーミヤ峡谷でハーピーの羽を手に入れましょう。まだ分子世界にハーピーいるとは限ってないぞ。ほら、分子世界と静止世界と違うことがあるやん。そんなルドが、実は私の羽って数節ごとに生え変わるの。あ、そうなん。みんなには絶対内緒よ。あ、はい。ラブラブミュゼっていうすげえ称号手に入っちゃった。ラブラブやって、やべえな。よっしゃ、すごい猫さ来てるよ今。で、柔道、お前にあの新しい装備あるよ。柔道、あ、出たよ。何やったっけ。なんか今出てたね。どこにある。犬耳みたいな感じのやつやったね。犬耳みたいなやつ、これだ。よし、ダッセ。これはひどいね。ローエンとエリーゼを連れてきたいな。ということはチェンジ、エリーゼ、よし、行こう、これで行こう。さあ、分子対策室で分子行こう。エリーゼがいるとだいぶ楽ですね。回復特化今作戦させてるのエリーゼとレイヤーなんで、実はどっちかがいるとすごいパーティー安定するんですよ。さてと、なんだね、なんだね。まあ分子世界でどこ行けばいいんだ。とりあえず奥進めばいいかな。目的はタイムファクターだということも忘れるな。おう、それくらい分かってるわよ。うん、プーンやって。心の声1。ねえガイアス、あなたって何色が好きなの。色、なぜそんなことを聞く。せっかく装飾品を作るんだもの、みんなで色違いにしたら可愛いかも。そういうことで、うん、人間の美的感覚は精霊とは違うもの。参考までに聞いておきたいのよ。なかなかうまいこと聞き出しちゃうな。俺は特にこだわらん、実用性重視なのでな。まあそうなの。それじゃ参考にならないじゃない。もう空気読みなさいよ。でもあえてあげるとしたらどう。うまいこと、こう心の声聞くとすげえうまいことやるならば、
俺ではなくルドガーの意見を参考にしたらどうだ。え、そうじゃねえんだよ、ルドガーもガイアスも両方聞かないと意味ねえんだよ。釣れないこと言うのか。あ、違う、そっちじゃなかった。そうね、そうしようかしら、お願いできるかしら、ルドガー。ちょっと違った。よかったな、ミューゼ。え、せっかく好みの色で作ってあげようと思ったのに。あー、やっぱり失敗した。ガイアスのバカバカ。あー、失敗した。ガイアスやっぱ喋らさなあかんかったよな。いやー、メンゴメンゴ見せ、許せ。失敗したこともあるよ。心の声もやばいな、もうキャラ崩壊してんだけど、ほんとさ。なんかワン知ってる人間から言ったらなんかちょっと変わりすぎてて、もうなんか目も当てられた、危ない。よし、オッケー。貴様に俺を止めることはできない。よっと、もういっちょ。もうタイムファクター淡々と探してるけど、それでいいんだよな。もうなんか別に全然ハーピーみたいな、ハーピーどうせあれだろ、イベント手に入んだろ。淡々とタイムファクター殺せばいいでしょていうかさ、もう副社長になってさ、もうなんかビズリーがやろうとしてんだからさ、関係なくね、分子対策とかさ、もうさ終わったんじゃねえんだ。そこはまだ続くんだねって感じだね。あ、嘘、当たっちゃった。やるやん。さて、とりあえずユーゼでいいかな。はい、行ってくる。よし、よいしょ。この野郎、押せ押せ、押すんだ。よいしょ、ちょっと遠かった、ちょっと遠かった。この野郎、押せ、削り切れ。よし、結構経験値おいしいね。いいじゃんいいじゃん。どっちだっけこれ、どっちから進めるの。こっちか。バーミヤはね、分かりづらいんですよね、進めるところが迷路になってるんで。北西部まで来たけど、タイムファクターいるんかな。もしかしてハーピー見つけるまでタイムファクター的なやついないとか、そんなノリじゃねえだろうな。大丈夫だろうな。いや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 、怖い。よし、その可能性がなんかありそうで怖いんだよね。ハーピーがいて、実はハーピーに戦わんとタイムファクター出てこへんみたいな。あー、いたいた、でもいる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 わ、ちゃんと一番上にいるわ。よかったよかった、タイムファクターがいる。こいつか、ハーピーか、いたわちゃんと。お前だな、完全にタイムファクターです。大きいの見つけた。消えてもらうついでにその羽いただくわ。大丈夫な、消えたら一緒に羽もなくなるんじゃんその辺は大丈夫なんか。やばいな、完全に頭おかしいやついたか。ちょっと上飛んでるんでこれでいきます。はい、よ、上飛んでるんでこれでちょっと押して、で落ちた時にこうしたい。はい、上からこうこう、はい、上からこう、はい、上からこう、上からこうこう、はい、いくぞ。よいしょ、さあ久しぶりに使おうか。これ入ったらもう余裕だぞ。デストラクト、はい、決まった。どうですか、どれぐらい減った。めっちゃ減ったね、 HP。 口ほどにもないわ。いて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 、これだろ。おー、ありがとうありがとうありがとう。ないけど、めっちゃ食らってるめっちゃ食らってる。痛い。よし、おし、入った。盾とだろ、マジで盾となってくれるの。あ、違った、エリーゼ、俺じゃなかったよね押せ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 、一気押せ一気押せ、すげえすげえすげえ。みんなで集中攻撃、リンチリンチリンチするしかない、リンチするしかない。痛い痛い。この金はあれか、相手の攻撃か、これ。よし、ほら、こいつ削り切れ削り切れ、あとちょっといけるぞ。弱いこいつ、いけるいける、やっちまえ、全員で袋にしてしまえ。よし、キリに当たった。ハッピーやっつけて、ハッピーだ、ガイアスも。ハッピー謎にめっちゃノリがいいクラウンフェザーや、これでよかったか。クラウンフェザー持ってたぜきっと。ルドガーがタイムファクターを破壊する前に
羽をもらっておけ。ごめんなさい、その羽いただくわね。あ、大丈夫だよ。なんかすげえテストが。だから俺がやるとか言ってよ。こんなんで手作りできんのかよ。これだけあれば十分ね。ルドカ、お願い。なんか複雑やな。ルドガも大変やな。よーし、まあ久しぶり無事世界軽くねクリアですよ。私はこっからどうすんや。この羽を持って先にニアケリアに行くわ。うん、後で来いて。ルドガもしばらくしたら来てもらえるかしら。はいはい、すぐ行くよ。もう一瞬で飛んでくよ。便利なやつやな、あいつ便利なやつや。俺のファストトラベル並みに便利なやつや。あ、もう着いた。ニヤキレイに。つかされた、強制。強制だね。全員集合してるしね。ユゼさんに呼ばれたのですが、ミラさんがいませんね。おう。私たちだけ呼び出されたみたいです。そうだよな。ミラ以外にあげるからな。来たよ。俺たちに用ってなんだよ。もらい物なんだけど、たくさんあるからみんなにあげようと思って。なにこれ。あ、気持ち悪いです。うー、ハーピーの羽でできてるみたいで。こんなもんどうすんだよ。不気味な品ですね。銃でしょうか。僕たちを呪う気だな。これは伝統的な装飾でとても貴重なものだ。あ、ガイアスつけてあげてるやん。ちょっとガイアスやめなよ。無理しなくていいんじゃない。残念、なんだか不評みたいね。あ、でも珍しいものみたいだし、僕もらっていいかな。物好きなのね。お好きにどうぞ。テンションだだ下がりやな、これしょげてんな。弱音なんか吐いちゃダメ。次こそリベンジなんだから。リベンジ燃えてるんや。もろといたら一個ルドが。そんな気持ち悪かったか。なんか結構普通やったと思ったけどな。もう色が全部一緒やったんやって、そこだけど。いい風ね。ハービーの羽飾り手に入ってんじゃん。しばらくこうしてたいくらい。お金も手に入ってし、なんで？何のお金？謎の金が手に入ったんよ。謎の金が。ちょっと待って。あ、で、ハーピーの羽飾り、そんな変なんやったっけ？呪いの。はあはあはあ、え、全然よくね。別にそんな趣味悪いか、これ。別にそこまでやと思うんやけど。ほら、もらっとくっつった物好き。おい。物好き、ほら。物好き、ほら。物好きくんに。あれ？あ、そうですか。ふん！よし。ついてんね。ちょっと動くところがなんとも。で、あとミュゼの衣装が出たね。ミュゼのエクシリア髪型。なんか違う？ちょっとなんか前髪があれか。前髪があれか。いや、今の方がいいよ。これの方が可愛いよ。いや、これは悪いけど、このカラバリのこの妖艶さのこれが最強だわ。これはこれには勝てないで。ナンバーワンだからな。カカロットお前がナンバーワンだっちゅうぐらいのナンバーワンさ加減やからな、これだ。よし、次、行くぞー。ニアケリアだな。あ、今ニアケリアにいたじゃん、俺。いるじゃん。だ、そうだ、L がいねえからさ、L がいないとできねえようなクエストは絶対発生しないわけだ、キャラエピソードは。でも、え、あ、発生するじゃん。お前絶対 L 必要そうな気がすんねんけど、そうでもないな。ミラーエピソード。マックスウェルの巫女。あ、イバル救済の話が来んの。いいよ、もう救済しなくてもあいつ。手を尽くしては見たのですが、やはり、確かな話は伝わっておりませんで、ミラ様のお役に立てず申し訳ありません。大丈夫だ、じいさん、気にすんな。十分だ、ありがとう。
おっすみたいな感じ来たら、報告してくれ。おっすみたいな感じで話入ってったけど普通に大丈夫な。どうしたアルドが。こっちの方がいいんちゃう。ほらね、来た。お、つまり君は私に興味があるのか。言い方や。ルドガーがびっくりしてるよ。だが本当のことだろう。確か柔道の時もそうだったな。僕の話はいいでしょ。それよりさっきの人の話、ルドガーにもしておいた方がいいんじゃない。まあ興味は出るよな、こんなグラマーな感じでこんなとんでもね服装してる人いたらな。有益な情報はつかめていない。ニアケリアの住人がクルスニクの末裔であることは確かのようだな。ニアケリアはクルスニクの末裔が作ったと言われる村なんだよ。私もクルスニクの末裔ですけど。マクセルの社があったり、精霊信仰が色濃く残ってるんだ。私もマクセルの末裔なんですけど。言っていた先代マクセルの話が本当だとしたら、おそらくシェルを形成した際にクルスニク一族も二分されたのだ。いやね。ピオスとリーゼマクシアにいたね。でもそんな大事件がなぜ。こっちの人はでもクルスニクって名前を早々に捨てたんやねっていうことは。これだけ大きな変化だというのだ。やはりこの件にはまだ裏が。あ、アスカのやってた子別れてしまったっていう話の分子対策室です。分子対策室。はい、来ました。新たな分子世界が探知されました。はいはいはい。入点はニアケリア付近。座標を送信しましたので対処願います。わかりましたよ。副社長自ら言ってやろうじゃねえか。俺副社長にそういうことやらすんじゃねえよ。ニアケリアと聞こえたが次の分子世界か。そうなのよ、可能性の世界からあるよね。ミラクルスニックのこと何か聞けるかも。私も同じことを考えていた。でも分子世界のやつに聞いてわかんちゃうって気もすんねんけどな。私も同行させてほしい。過去も違うやろどうせ多少で。何かが違う世界なんやけどさ、一緒とは言ってないもんね。しかしルドガーの GHS は絶妙なタイミングで鳴るのだな。ん、そういえば誰かと話してる時にかかってくる。そのお前ゲームの仕様のそういうところに突っ込んでくるなよ。見計らっているのかと思うくらいだぞ。ごめん感じ悪いよな。多分最悪でも柔道の好感度が上がると思う。あ、そうでもない。いや、攻めているわけではない。そうだよ、変な偶然が重なる時って本当にあるし。僕も違ったか。間違い着信が5件も連続で入ってて。間違い着信。相手を間違えてかけちゃった着信のことだよ。おう、なるほどな。ということは差し詰めルドガーの場合は間違い着信。お、来た。もう完全にも空気読んでへんやん。ごめん、多分うまいことを言いたかっただけだから。完全に空気読んでへんな。攻めてないっつってからの謎のこの急激なカーブで殴られた感じよね、これね。すごいの来たね、今ね。アイリス、よしよしよし。あー、でも物資世界行かん方がいいかもな。なんかもう、時間結構あれだね。アロサローブとか確認して終わろうかな。スキルと。ちょっと意外に時間が、あら、ガイアス来てるもんな、しかもな。下3つとかやったらあるんじゃね、これ。下3つあるだろう。ほら、あった。お、ついに全部コンプリートしようかっていうようなやつが出てきたぞ。よし。あ、これはないんちゃう。この3はなかったはず。こういう3つのパターンは俺知らんわ。やっぱりな。これは光でいこうか。投擲光。今光途中やしね。投擲水、まだいいね。この辺はまだ良さそうだね。よし。で、次、スキルかな。ちょっと見ましょうか。21持ってますと。XC ドリンク。AC が1増える。あれ？どこ行った？あれ？ XC？ あれ？どこ行った？あれ？あ、今セットされてるのになっちゃった。びっくりした。勝手 LHL に1個押されてた。リンクしたパートナーにも与えるっていうのは強いんだよね、これね。ダッシュ。戦闘中の移動速度は15オーバーアップ。これ地味に強いな。ダッシュな。うん、これ強いよね。ブレイクイーン、変身することで、その変身段階の最大変身値が増加する。マジで？これ強いやん。
出社変身段階以外の変身で、変身で倒さんといかんからあれなんだよね。まあ11あるからこれぐらいでいいんじゃなかろうかというふうに思うんですが、バランサー、これ強いね。意外と強いのあんじゃん。意外とルトガー君強いのあるね、君ね。こっちも欲しいんだよね。ちょっとバランサー外して、これだな。TP ゲイン2行こうか。どっちかっていうと、こっちいらねえから、こっちつけて。よし。13。そんなにって感じだな。メンタルアップ。まあまあ、可能性は少ねえけど、ないよりはマシってところだな。お前はどうなんだ。どうなんだ。28やから結構強いのつけれるはずなんだよね。おー、すごい。半分でいいやって。3表示するかって、これもすごいな。エナジーコート消費 TV は6になるけど、50% 軽減。すごいね、これね。やばいな。ちょっと強すぎるやろっていうぐらい、すごいね。メンタルリバースはつけてもいいかなという気はするんだけどな。上の方があんまり欲しいのないんだよね、この辺にね。つけるか、メンタルリバース。つけちゃうか。強いな。なんかええの持ってるやん。意外とさ。そういうええのはちゃんと使ってこうぜ。よし。で、あなたも結構強いのあった気がするんだよね。AC0 で抜けなくなる。これはまあいいか。少しずつ回復する。ガードブレイクされなくなるか。ハイガードかなっていう気がするけどね。まだ作れないからもういいや。こいつはまあ、エリゼまだいいや。6だろ。全然だもんな。さあ30、おじいちゃん30ですよ、テクスチャー。おい、キヨが15も上がった。アクアガードいっとこう。耐性系は絶対つけといた方がね、いい。強いからね。今後のことを考えるとね、オートマジックで防いだ、ライトマジックとか、一切かからなくなるのは辛いところだね。これだね。よし。途中からできるようになりますよ、中断されても。で、マイトチャージなぁ。つけてんだけど、あんまいらねえよねってとこが正直なとこだよね。ドロップする確率が2倍になるか。使わねえって意味ないんだよね。レイヤーを。いつも使ってるわけじゃねえからね。リバイバル、こっちヘッジ、こっちしようか。ずっとさ、意外と、空中で攻撃した場合。空中で攻撃できる。ダメージ受けたら 30% の確率でノックバックしない。これは強いよね、一応ね。パーフェクトカード。ダメージコントロールいこうか。スレンダーアサルト。ステッパー。オールガード。いやー、あんまり欲しいのないっていうのは正直なところかな。うん。あんまり欲しいのないね。アピールするとな、こんなん自分でやらねえとな、あれだもんね。TP ゲインのとこが連携数にオープンしてアップする。つけとっか、一応ヒット数あるっちゃあるしな、取れるからな。50%! 検証か。20! なかなかいかんと思うけど、まあ、いいか。こんなぐらいでいいか。まあ、つけんのねっていうのは贅沢の悩みですね。メンタルリバース、ヒールシェアプレス。リバイバル HP、これいこう。これは大事なんだよね。TP ゲイン、HP ゲイン。まあ、この辺もあれば便利って感じだからね。空中でガードできるようになる。強いね。多分こいつの場合は常に空中にいるんじゃねえかって気もするけど。ゲイン2にしとこうか、ここも。特に目立ってこれが欲しいってのはないんだよね、正直。ゲイン2にしておいての、あ、これだな、しまった、これだったわ。そのタイミングで HP30% 表示して最大 TP の 30% 回復。これ絶対見る。あかん、こんなん、こんなん、あかん。あ、これ強いね。 10% やとだいぶ強いよね。エアリアルフェッションも強いな。もうちょっと貯めたらって感じだね。貯めたらっつっても先につけてるもん出てくるから、どうしてもね、あれなんだけどね。さて、これぐらいでいいでしょう。
ちょこちょここのね、アロサローブとか、このスキルもやっていかんとね、もったいないですからね。ポイント空いてんのにつけてね、みたいな状態は非常にもったいないですから。さて、じゃあ次回はまた、ミラのエピソードやっていくとこからですね。よし、じゃあ今回はここまでしたいと思います。見ていただいてありがとうございました。まあ、ということは次のパートを見てください。それでは、お疲れ様です。